Hello，你买给了，过来了。这里啊，我把你三句话都退给你。你有大丈夫哟，再去子供家阿婶这带。じゃあ、今から行ねく。えライコン、運動会は楽しかったか？一かげんパソコンのやつはもう忘れる。忘れる。学校で忘れた。え、学校で Wi-Fi あるの？ね。お、你どこ？先学听我讲完。什么东西？那你自己这边的东西拿出来学。还有个什么东西呢？被干掉！じゃあ、日本語から行くよ。現在70。76ページ、77ページまで読みましたな。マザー・テレサだよ。マザー・テレサだよ。はい、マザー・テレサ。まずサイくん、ビューティさんが、サイくん。サイくん、どのワンチェック？何ページ？ 78、78。はい、まず自分にできることはから始めましょう。から読んで。まず自分のできることから始めましょう。レイサは目の前に横たわる人に声をかけ、励まし、傷口を洗い、薬を塗りました。そしてすぐまた次の人のもとへ。誰だい、あんたはありがとうよ。びっくりしながら喜ぶ人もいれば、疑いの目でこういう人もいます。10人や20人の治療をしたって無理だよ。スラムには何百人もいるんだぜ。けれど、くじけずつぶやくのでした。私がしていることは、一滴の水のように小さなことかもしれない。でも水がなければ海も生まれない。だから続けましょう。毎日仕事を続けていると、やがて後ろにぞろぞろと小さな列ができ始めました。ねえ、お姉ちゃん、お姉さん、お金ちょうだい。スラムに生きる子供たちでした。この子たちは痩せ細った体で食べ物を探しながら、やっと思い出暮らしていたのです。お金はないけど薬ならあるわ。それと、あ、そうだ、いいことも教えてあげる。テレサは道端に字を書きました。貧しくて学校に行けない子供たちに文字を教えようと思ったのです。テレサの青空教室が始まりました。子供たちの数は一気に増え、やがて、2ページ終わったら1個問題言うから答えてね。はい。ですか？はい。では、最初に1人2人と治療しました。でも、何百万人もいるのに、一人一人見ていくのは大変だね。その時に、マリアが、マザー・テレサが思ったことは何ですか？思ったこと。してることは、なんか水一滴みたいですよ。どうしたらいいのかな？小さいことかもしれない。でも水がなければ海も生まれない。
だから続けましょう。うん。そうだね。はい。なので、大変なことをするときも、最初はちょっとずつしかできないですよ。わかるよね。うん。タイ君も日本語の漢字を覚えるとき、日本語の漢字は2300個あります。でも、1個覚えていくんだよね。はい。わかりました。では、次のページ。読んでください。子供たちの。子供たちの数は日に日に増え、やがてたくさんの笑顔が生まれました。先生、外では大変でしょう。私たちは部屋、屋根を作りましょう。子供たちのお父さんたちが集まりました。古い木で、や、板を、で、勉強小屋を建ててくれました。私たちにもお手伝いさせてください。やってきたのはテレサが昔、教えていた、プリマリア学院の卒業生でした。テレサのようになりたいと彼女は学校を卒業後、シスターとなっていたのです。シスターたちのリーダーとなったテレサはマザーテレサと呼ばれるようになりました。マザー、あそこに人が倒れています。ある日、一人のシスターがおばあさんを見つけました。おばあさんの体は動かず、ハエがたかっています。かすかに息をしています。まだ生きてるわ。急ぎましょう。テレサは必死に病院を探しました。でも、どこもいっぱいで受け付けてくれません。はい、ストップ。はい、ストップ。じゃあ、もう行きます。はい。子供たちを集めて学校を作りましたね。でも、暑くて大変でした。そんな時、誰か何か助けてくれましたか？そう。卒業生？うん。卒業生。卒業生が先生のお手伝いしてくれたんだね。その前になんかなかったかな？暑いよって。4行目。スターの勉強してたの？先生、外では暑くて大変でしょう。私たちが屋根を作りましょう。ね、屋根を作ってくれたんだね。暑いときは嫌だよね。タイ君は暑いの好きですか？嫌いだね。今涼しいよね。わかんない。今は涼しいよね。うん、いいよね。うん。さあ、そしたらもう一問。テレサはマザーって呼ばれるようになりました。なんでマザーって呼ばれてるの？シスターたちのリーダー。そうだから、シスターたちのリーダーだからマザーになりました。英語のマザーの意味してますか？え？英語でマザーの意味してますか？ I don't know. I don't know. 覚えて。これは、タイちゃんの大好きなマミのことを英語ではマザーと言います。マン、マミとマザーは同じ意味だよ。ママテレサになるんじゃない？ん？ママテレサ。ママテレサ。テレサのママです。だから、マザーテレサな。なんで聞こえんの？あれ、テレサってあの、ニンテンドースイッチのあのテレサまで言うだよね。ああ、名前。うん。また同じ。カタカナテレサ。ね。なので、本当のお母さんじゃなくて、シスターたちのリーダーになったから、マザーテレサですね。サイ君、OK？ うん。Alright, let's go on to next page, 82.
始めました。子供たちの数を、これでは治るものも治らない。この人たちがゆっくり休める場所が必要だわ。そこでテレサは人々に呼びかけ、一軒の家を借りました。ここでできる限りの治療をして寄り添ってあげたいと思ったのです。おばあさんは かすれた声で言いました。ありがとう、マザー。病気の私はみんなからずっと嫌われて生きてきた。でもあんたは私の体を洗ってくれるんだね。テレサは懸命に答えました。いい、誰からも必要とされていない人間なんていないんですよ。おばあさん、あなたに会えて私は嬉しいわ。ありがとう。おばあさんは微笑むと、テレサの手をぎゅっと握り、やがて静かに息を引き取りました。ある日、4歳の男の子がやってきました。これあげる。僕のお砂糖だよ。男の子は、貧しい人を助けたいと、おやつを3日間我慢して持ってきたんです。胸がいっぱいのテレサは思いました。たっくん、ではここで問題です。じゃあ、おばあさんが死ぬ前にマザーテレサに会ってどう思ったんですか？おばあさんが微笑むとテレサの手をぎゅっと握りしし締めて、やがて息を静かに息を引き取った。そうだね、ぎゅっと握りしめたんだね。どんな気持ちだと思いますか？会えてよかったっていう気持ち。会えてよかったね。そしたら、実は男の子がお砂糖1個持ってきたんだね。お砂糖1個のために男の子何頑張ったのかな？3日間おやつなし。3日間おやつなし、頑張ったね。サイちゃん、こんなことできるかい？できそう。お、できそう。お、すごいね。はい。てか、できる。ほぼおやつ食べてる。いいですね。はい。サイちゃんも、困ってる人がいたら、助けるようにしましょうね。わかったかな？うん。今おやつ我慢しなくていいよ。そばになんか困ってる人がいたら、おやつ我慢して、困ってる人を助けたいんだよ。はい、そしたら次のページ行ってください。まだやることは山ほどある。でもみんなの愛の輪が確実に広がっているわ。やがて活動がテレビなどで知られると、世界中からさまざまなものが送られてきました。小学生から給食のパンが、お年寄りから毛布が、教会化の指導者からは車も届きました。テレサは車を宝くじの商品にして売り、そのお金で病気に苦しむ人が安心して暮らせるように平和の村を作りました。57歳の時でした。ある時、航空会社に出向き、こんなお願いもしてきます。飛行機の中でお客さんが食べていなかった食事を私たちにくださいませんか？出られたはずの機内食が貧しい人に配られ、たくさんの命が救われました。そして、1979年、69歳のマザー・テレサは、ノーベル受賞後、70歳で初めて日本を訪れたテレサに、ある校長先生が聞きました。
うちの学校の子供たちがマザーの夜にイベントへ行って活動したいと言っています。あ、それと、テレサはこう答えます。はい、答えのね。では、私の問題いきますね。はい。では、航空会社に行って、マザー・テレサは何をお願いしたんですか？飛行機の中でお客さんが食べなかった食事を私たちにくださいませんか？はい。それはなんでそんなことしたんですか？捨てられた機内食が貧しい人々に配られてたくさんの命が救われるから、ね、はい。なので捨てられたもの食べ物はいらないものなので、それで食べていったらいいですね。はい。じゃあ最後のページ読んでください。インドに行かなくてもできることはあります。自分の隣の友達が困っていたら声をかけ手を差し伸べて、そこから始めましょう。愛はどんどん広がっていくのです。マザー・テレサは87歳で亡くなりました。テレサが活動を始めてから 50年に来た。その後テレサの思いを受け継ぐ団体が世界中で誕生して活動しています。はい、ありがとうございます。よく読めました、サイ君。まあ、テレサちゃん、マザーテレサって呼ばれるようになりました。ね、マザーテレサ。はい、このマザーテレサのやったことは、貧しい時のインド、今のインドはわかりますよ。昔の貧しい時のインドに行って、いろんな人助けました。マザーテレサのことを、サイ君はどうですか？かわいそう。かわいそうな人？マザー・テレサはかわいそうな人ですか？何？マザー・テレサはどんな人ですか？料理とか食べられない。料理とか食べられないか、そうか、簡単。うん、貧しい人たちを助けたんですよね。これはどう思いますか？すごい。すごい？どうしたの？まず、助けたらどう思いますか？すごい。すごいですね。偉いですね。じゃあ、日本語はここまでにしましょう。Now, let's get into the English class. This book. This is Sugoroku. Today, page 40. 40. Page 40. Like English, page 40. 40, わかる？ 40. Page 40. Okay. 開いた。 Okay.ここでは、シングルは、ドアナウンというのを勉強します。はい。シングルは、シングルは、一個の意味ですよ。それから、プロラル。プロラルは、二個以上。二個以上のことをプロラルって言いますよ。サイ君わかる？はい。一個の時はシングラー。言って、シングラー。喋って、シングラー。シングラー。プロラル。プロラル。OK, very good. じゃあ、名詞のことはナウンって言います。これは、名詞、名前言葉のことを、ナウンって言いますね。さっき言って、ナウン。ナウン。OK, good. シングルナウン。言って。はい。シングルナウン。これは、
Each sentence underlined words as more than one is plural. Plural はもう than one とも言いますね。2個以上のことは英語で more than one。はい。ね。1個の単語にはあがついたんだよね。覚えてる？あ？ね。一匹の猫。2つに増えると、two, cat, cat. そうですね。そしたら、plural, more than one, must be s here. わかる？ s。では、1、2、3、4の中で、that means more than one.More than one, これよ。More than one. Plural のところに、underline。underline わかる？ underline. Thank you. Okay? Yes, two, three, four. どれが plural ですか？ plural のところに、underline, thank you. え？ plural? plural. plural. Okay.はい。ワン、ツー、スリー、フォーの中でプーラーはどれですか？2個あるぞ。2個あるぞ。2個あるぞ。2個。2個あるぞ。どこどこ？プーラー、プーラー。あ、え？ 1 個、2個。4個、4個。4個！ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、フォー。3個やけど。4個やで。Yes, yes, yes. いけたかな。もう一個はお母さんにやらない。1個ずつあるよ。ワン、ツー、スリー、フォーに1個ずつあるよ。ワン、バイ、イチ。エブリワン。オッケー。ナンバーワンは？見てて、見てて。どこ見えないよ。あ、どこやってる？サイ？そのページじゃないよ。それ41だよ。ページ40だよ。ページ40。一個前の左のページ、左のページ、レフトページ。ワン、ツー、スリー、フォー。OK、X キャン、ちょっとずらして。Good.Good. Okay, excellent. Good, good, good. Good. Okay. では、これは、pants, 帽子、それから、number two, eggs, 卵、number three, girls, 女の子、number four, can, this one. Good. Okay, number five, number six, read each sentence, write naming words,That means more than one. はい、number five, number six は、アンダーラインじゃなくて、その文字を書いてください。scribe. scribe the word. That means plural in this. とりあえず書く。in this place, yes. plural. 一個ずつ。ちょっとついてる名詞だよ。
できたかな？はい、見せて。40ページの下だよ。もっと下、もっと下、下、下。ここだな。Can't。そっちがいい。それ41ページや。40ページや。左のページや。とりあえず書けばいいの？そう、書けばいい。フロアは S のもの。Okay, Max and Han. Very good. Okay, you did. なんか、やるページは40ページだったんだよ。ねえ。なんか41ページもやっちゃったね。多分はい。で、41ページも同じだよ。だから、多分できてると思うんだけど、41ページ、1、2、3、4見ててください。これは、more than one, plural があるセンテンスアンドライン。聞いてるかい？見てて、show me. 私見せた。one, two, three, four. and cats, and cats はいいよ。その下のソックス見せて。下。Okay, excellent. Thank you. はい。Today's finished. はい、教えてもらってもないのに正解した。オッケー、これ教えてないもんね。ネクティノリ。もういるにな。もういのり？ノリだよ。ノリ。はい。ノリ。ね。ノリの番。はい、何の番？はい、OK。じゃあ、それチームだわね。好吧。待って。チーム。あ、まさきくん。はい。OK。おお、何を口に持ってる？44ページかな。44ページかな。44、45ページのところ、ここだよ。44、ここ、見て。ここでページの数字あるでしょ？ほら。はい。のんちゃん、ここで何かお部屋の窓のところにあるの、これ何だと思う？人間。人間の横に何がある？窓。なんだね。はい。では、44ページの2行目から読んでください。寝て、いました、女子、顔、あ、お二人暮らし、お母さんは？お母さんは、働いている、で、女の子はいつも一人ぼっちでした。朝、女の子は窓の外に
緑のつぶつるを見つけて見つけましたお母さん、うん、あれは何、うん、まあまあこれはあえどうまめのするよ、こんな隙間でよく育ったわね。はい、できたね。これエンドウ豆のつるだね。こんなとこでできたんだね。豆さんだよ、豆さん。ね。はい、ちょっとね、40分制限があるので、まみに言って、もう一回つないでもらってください。一旦切りますからね。まみ呼んでくださいね。呼んでるよ。